のオールナイトニッポン。That's alright. Oh 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 oh. Everything's gonna be alright. Oh 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 oh. 皆さんこんばんは、リコです。先週ですね、ちょっとラジオをお休みしてしまいまして、大変失礼いたしました。前回のラジオでもねちらっと話してたと思うんですけども、いろいろねちょっともう長崎、まあ、福岡ライブあって、そのままね長崎で地元の、諫早のイベントに出たりとかで、それから次の週は、1週間鳥取に行ったりとかで、また東京来てワンマンやって、でまた鳥取行ったりとかなんかいろいろ、まあ、移動してライブもたくさんやらせていただいておりましてですね、ちょっとラジオを撮る余裕がなく大変失礼いたしました。すいません。しかもなんか前回のラジオでもうあんだけなんかメールくれくれ言ってでね、まあ、実際に初めてメール送ってくださった方とかもいらっしゃったんですけどね、ラジオをお休みするという大変失礼な、ことをしてしまいまして、すいませんでした。はい、まあそんなこんなでいろいろと、ライブもありね、黒沢かなさんの鳥取ホールワンマンも応援に行ったりとかして、もういっぱいいっぱいいろんな人に会って、私もすごくねエネルギーをもらって帰ってきた、そんな10月そして11月頭でございましたけども、いろんなとこ行ってきたからちょっと話したいこといっぱいあるので、ぜひぜひ皆さんお付き合いいただけたらと思います。それでは、早速始めていきましょう。第13回リコのオールナイトニッポンスタートでーす。はい、そうなんですよ。もう何はともあれと言いますか、11月4日黒沢かなさんの鳥取ホールオンマンライブ、応援に行ってきました。やっぱこれがすごい自分のライブじゃないんだけど、すごくね私の中ではもう大きな、イベントでした。はい、鳥取、まあ、主役はかなさんですよ。主役はかなさんなんですけど、まあ、黒沢かなさんとはね、もう 7,8 年ぐらい一緒に、活動、一緒に活動というか、まあ、お互いね、まあ、ソロなんですけど、2人で一緒に全国いろんなとこ回ったりとかね、切磋琢磨して、頑張ってきたという仲なんですけども、まあ、鳥取ですよ。鳥取でねホールワンマンやるって本当にすごいことだなと思って、で私もめちゃくちゃ応援していたので、無事に終わってよかったなと思ってね私もすごくほっとしてます。はい、もう大成功でしたね。うん、来ていただいた方、そして配信をね見てくださった方も、ありがとうございました。うん、きっとねライブ見てくださった方には伝わったんじゃないかなと思っております。はい、まあまだねもし、まあ、ちょっと 見てないなって方はぜひね配信アーカイブあるのでぜひ見ていただきたいんですが、今回私初めてコーラスで、出演させていただきましたよ。これがまたね本当に難しかった。うん、すごいコーラス、まあ私や、ま、そのやっぱ歌うの好きだし、まあ、もちろんねでシンガーソングライターとして、まあ、活動しておりますので、まあ、コーラスまあできるかなみたいな思ってたんですけど、まあなんだかんだでね、だからその鳥取ホールワンマンの1週間前に、鳥取行ってね、かなさんと毎日月曜から金曜までその鳥取の
かなさんのホールワンマンを、まあ、宣伝 PR のために毎日、鳥取の飲食店回らせていただいたりとかね。でそれ終わってからまた東京行ってワンマンやってとかね。それが結構バタバタだったんで、あのそのコーラスの何予習するのが割と直前3日前とか4日前とかに、あやばいちょっと練習しなきゃって感じで、やってたんですけど、あらコーラスってこんなに難しいのって思って、そう難しかったです。うん、いつもね、まあ自分はだから普段はコーラスしてもらう立場なんだよね。よくまあサポートしてもらってるけど、鍵盤のレイミさんとか、あとはギターのリュウヤさんとかがこう、まあ、楽器弾きながらサポートじゃない、コーラス入ってくれたりするんですよ。で、まあ、2人ともすごくさ自然にいつもこう入ってくれるからうん、まあ自分にもできるかななんてなんか鷹をくくってたんですけどそんなことなかった、全然難しくて。そうで、ちょっとね、まあそれこそリュウヤさんに助けを求めたりとかしながらはい、ちょっとそんな感じで、まあ、準備していったんですけども、だから前日ですよ、11月4日の前日に、鳥取入って、で前日がバンドリハだったんですね。スタジオリハで、まあ、そこでバンドメンバーとも、よろしくお願いしますって感じだったんですけども、うん、まあでもね、なんとか、うん、いやリコさんめっちゃいい感じですよって言ってもらって、無事にねコーラスもはい務めさせていただきました。すごいいい経験になりましたね。だしすごい楽しかったです。うん、やっぱね歌が好きですね私は、本当に当たり前なんですけどっていうか、はい。だしまあやっぱりそのホールのねステージやっぱ広かったね。うん、ホールのステージにね出させていただけたっていうのもすごくねいい経験になったし、こうやってかなさんが一人でね、その事務所入ってるわけでもないですし、マネージャーがついてるわけでもないんですよ、スタッフがいるわけでもないんですよ。それをしかも地元じゃない鳥取という土地で、なかなかさ鳥取行けないじゃんね。じゃあ鳥取県外からお客さんがどれくらい来てくれたのかっていう話ですよ。うん、だから本当にその地元の鳥取の人たちを一人でホールに集めるっていうことがね、500人キャパですよ。うん、どれだけね大変なことかっていうのをすごくねやっぱ身近で見ていたんで、もう本当にすごいなって、本当にそれだけもうすごい尊敬するし、そのちょっとでもねサポートというかコーラスという形で、お手伝いさせていただけて、もうすごく嬉しかったですし、本当にねいい経験させていただきました。ありがとうございました。はい、でまあそのもう無事に終わってね、次の日はね、鳥取観光ツアーして、毎年かなさん鳥取観光ツアーやってて、で私も同行させていただいてるんですけど、まあ今年はねちょっと平日になっちゃったっていうのもあってね、1日だけだったんですけど、鳥取のね観光地をギュギュッと1日詰め込んで、いろんなとこみんなで行ってね、めちゃめちゃ楽しかったです。はい、まあちょっと観光ツアーの、まあ、詳細なんかは私のインスタグラムの方でちょっとちょっとずつねアップしていこうと思っているので、ぜひ皆さんインスタグラムもねチェックしていただけたらなと思います。まあ、そんな感じで本当にね無事に、黒沢かな鳥取ホールワンは、終わってよかったです。応援ありがとうございましたなんで私が自分のラジオでねかなさんの話をこんなにまあ、それぐらいね私も本当に感情移入というか、もうすごい今年の一大イベントだなって思ってたのではい、まあ応援していただいた皆さん本当にありがとうございました。はい、まあそんな鳥取ワンマン、かなさんの鳥取ホールワンマンがありつつ、ちょっと時を戻すんですけども、10月27日ですね、リコのホット一息ワンマンボリューム4の方でニューシングル、カメレオン、そしてアイスクリーム2曲入りのシングルがレコ発になりました。イエーイ、
ありがとうございます。あのベースの方で予約販売とかもしていたんですけど、もうぼちぼちね、みんなのところに CD 届いたよっていうあのメッセージもねいただいたりとかして、早速ご購入いただいた皆さん本当にありがとうございます。新曲カメレオンなんですけども、まあ、もちろんねアイスクリームも、新曲ですよであのアイスクリームはほっと一息ワンマンの方で、2回ぐらいかな、披露させていただいて弾き語り でそれを音源化してもらったって感じなんですけど、カメレオンの方はもう完全新作で1回もまだライブでやってないんですよ。はい。なのでもう今 CD を買っていただいた方しか聞いたことがないっていう状況なんですけども、いかがだったでしょうかね、CD ゲットしていただいた皆さん、ぜひぜひ感想を聞かせていただきたいなって感じなんですけど、カメレオンはなんだろう、ロック調のアレンジにしていただいて、アレンジというか、まあ、自分で、いつも通りねピアノを使って作ったんですけど、まあ、最初から本当にバンドでやりたいなっていうイメージで作った曲で、結構こうなんだろう、ゴリゴリのというか、もうめちゃめちゃロック調、リコの今までの曲にはなかったようなアップテンポの曲で、すごい新しい、リコの中では新しい感じの曲調になってると思います。ですごい絶対ライブでやったら盛り上がるなって思ってるので、ぜひぜひ皆さん CD でまずは予習してぜひねライブバンドが入るライブに来てほしいね。うん。弾き語りで作ってるから、別に弾き語りもできなくはないんですけど、絶対にバンドでやりたい曲なんですよ、これは。そう。なので、ぜひね、カメレオン、この編成だったらカメレオンやるんじゃないみたいなライブに、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいなと思いますね。はい。まぁ、ちょっともうちょっと落ち着いたら、サブスクの方でも解禁して、まぁ、またリリックビデオとかもね、YouTube に載せられたらなとは思っておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、それではね、前回ちょっとメールを送ってくれっていうラジオをして、でたくさんメールいただいてるので紹介していきたいと思います。はい、まずはリアクションメールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム双子のユッキーさん。9月のマンスリーテーマについて、歴史漫画のおすすめで読みやすいものが調べてみたところ、小学館か講談社の歴史漫画が読みやすいと思います。調べてくれたんだね、ありがとうございます小学校時代なので自分の記憶になくてネットで調べてしまいましたが、見た感じ読みやすい感じかと思います。ぜひとも読んで歴史の勉強してみてくださいね。あと涼しくなったら行ってみたいところの続きで、九州地方にも行ってみたいと思いました。長崎には2度ほど行ったことがありましたが、長崎駅や夢サイト、観覧車、グラバー園とメガネ橋は見たことがありますね。福岡は屋台が多いと聞いたことがあって、博多華丸大吉さんの漫才で知りましたが、お酒が飲めてほっこりしながらもつ煮などのお食事最高ですね。他にも宮崎県、熊本県、佐賀県、鹿児島県とありますが、親戚のお兄さんが運送会社に勤めていて、副業で焼き鳥のキッチンカーなるものをやっているそうです。隣町の東松山市は焼き鳥の豚の頭が全国的に有名で、それを鹿児島県でやっているそうですよ、とのことです。ありがとうございます。すごい。まずは漫画ね、歴史私が歴史勉強したいなって言ったので調べてくれてありがとうございます。あったよね、その小学校とかさ、まあ小中高全部あったのかな、図書室のさ、図書室のなんだろう、ちょっと隅っこの方に歴史の勉強できる漫画がボワーって、そんな歴史コーナーみたいなねありましたよね。もう一回も見たことないけど読んだことないけどでもさ、確かにさ、それ読んでる子いた、本当になんかすごいなって、真面目だなって思ってそれ読んでる子を見てたけど、大人になってね、ちょっと読んでみたいなって興味持ちましたね。うん、ちょっと私も調べてみようかな。それこそさ、その鳥取観光ツアーで鳥取のね、いろんなとこ回って、
でこの間のツアーではあの市のね職員の方が、まあ、かなさんのお知り合いの方なんですけど、あの、まあ、同行してくれて、本当に鳥取の歴史とかを交えながらもういろんなことを解説してくださって、あ、やっぱりその歴史とかその知識とか教養とかがあるとこうよりね深くいろんなことを楽しめるんだなっていうのを改めて感じたので、うん、ちょっと私歴史漫画ね、ちょっと私も調べてみようと思います。ありがとうございます。はい、で涼しくなったら行ってみたいところの続きで、九州地方にも行ってみたいと思いました。ありがとう、嬉しいね。いや九州はいいよね。うん、ちょっと抜けてるけどさ、あの大分県も忘れないで。あ、大分が抜けてるのかな。長崎、福岡、宮崎、熊本、佐賀、鹿児島、あ、大分抜けてますね。大分はあれですよ、温泉が有名なので、やっぱ湯布院とかね、素敵なところいっぱいありますので、ぜひ大分も忘れないであげてください。あ、でもね、そうな、九州はね、やっぱでもどこもいいね。やっぱこうやって見るととにかくね、まあ、ご飯が美味しい、どこも美味しいっていうのと、あとはやっぱり自然豊かなのでね、うん、癒されると思いますよ。うん、あとやっぱ九州弁いいね。なんか今更だけど、やっぱ九州の方言いいなって思って、まあ九州に限らないのかな、そのちょっと鳥取の話ばっかりで申し訳ないんですけど、あの鳥取弁もね、すっごいあの優しい感じで私大好きになっちゃって、そのさ、結局その鳥取のホールワンマンもそうなんですけど、その前に1週間鳥取に行ってるんで、もうだからほぼほぼ2週間いたようなもんなんですよ。ちょっと持ってるけど、あの結構長い間鳥取にいたのでね。あの鳥取弁もすごいね、あの温かい感じがして、すごいやっぱ方言いいなって思いましたね。うん、ちょっと話それちゃったけどね、はい、ぜひあの九州めちゃめちゃおすすめスポットいっぱいありますので、皆さんもぜひ遊びに来てください。双子のゆきさん、ありがとうございました。はい、続きましてラジオネームまこっちゃん、最近オリジナルアルバムルームフレグランスを聴きながら今日の予定を決めるのが日課になっているまこっちゃんです。ありがとう、嬉しい。こんばんは、人生初めてのライブがリコちゃんだったりする私ですが、8月に人生で初めてアウトレットモールに行きました。人混みはあまり得意ではないけど、飲食店や雑貨屋さんもあってワクワクにあふれた楽しいところでした。また行きたい。ケンタッキーに行ったことないとか、世間的にはびっくりみたいなことがまだまだ自分にはあるらしい。わら。最近やった人生初めてとか、これからやってみたい、行ってみたい、人生初めてなこと、リコちゃんはありますか、とのことで、ありがとうございます。おー、アウトレット初めて行ったんだ。おー、アウトレット楽しいよね。アウトレットいろいろお店がさ、いろんなお店がさあってさ、しかもね、あのちょっとお安くなってたりするじゃないですかね。あのしかもこうお洋服だけじゃなくて、雑貨とかね、カバンとか靴とかね、いろんなお店が入ってて楽しいよね。アウトレット私も大好き。ご飯屋さんとかもね、いろいろあったりとかして、アウトレット行きたくなっちゃった。あのね、九州だとやっぱり、九州だとっていうか、あの佐賀のプレミアムアウトレット、佐賀トスプレミアムアウトレットっていうのが、あの佐賀県のトス市にあるんですけど、そこが一番やっぱ近いから、よくじゃないけど行ってましたね。うん、あの大学、佐賀に通ってたっていうか、佐賀県、佐賀大学にあの通ってたので、佐賀に住んでたので4年間、うん、大学時代はどうやって行ってたんだろう、バスで行ってたのかな、バスでアウトレット友達と行ったりとか、あとは本当お母さんとその長崎帰ってからもね、ドライブがてら、あ、運転は母ですけど。たまにね、まあたまに行くぐらいかな。ちょっとね、長崎からだとね、ちょっと下道で片道3時間かかっちゃうんですよ。結構遠くて、まあしょっちゅうはいけないんですけど、うん、でもアウトレット楽しいから大好き、私も。うん、ケンタッキー行ったことないんだ。それは珍しいんじゃないですか。どうなの、ケンタッキー行ったことないは結構珍しいよね。ケンタッキーはだって割とさ、全国どこでもありますよね、ケンタッキー。
私でも結構意外とケンタッキーはたまに行くかもしれない。カフェ代わりに カフェ代わりに行ったりするかな、ケンタッキー。私ね、でもチキンよりもバーガー食べることが多い。お昼時に行くことが多いからっていうのもあるんですけど、和風チキンカツバーガーのセットが一番好きかな。好きだし一番よく食べるかな。ケンタッキーね 行ってみて、ケンタッキー美味しいよ。最近やった人生初めてとか、これからやってみたい、行ってみたい人生初めてなこと、リコちゃんはありますか？これね、私はね、もう最近は本当に海外旅行行きたいです。海外ね、1回しか行ったことなくて、数年前に地元の友達と韓国に2泊3日とかだったかな、韓国に行ったきりなんですよ。それがもう唯一の海外旅行で、韓国すっごい楽しかったし、めちゃまた行きたいんですけど、ちょっと今度はやっぱ英語圏行きたいなってずっと思ってて、でもなかなか実現してないので、海外旅行行きたいですね。もう海外行ってみたいとこいっぱいありますね。アメリカも行きたいしさ、ヨーロッパも行きたいしさ、南アジア、南国のあったかい方も行きたいしさ、行ってみたいとこいっぱいあるんですよ。結構海外旅行一択かもしんない 今本当に興味があるというか、行ってみたいところ。海外旅行行きたいね。旅行は行きたいですけど、行きたい 旅行は行きたいんですよ。もちろん国内もね、行きたいとこまだまだいっぱいありますけどね。旅したいですね。旅はいいよ。海外旅行行きたいですね。みんなもなんかこう、人生初めてとか、これからやってみたいこととか、もしあったらね、メールお待ちしてます。まこちゃんありがとうございました。続きまして、ここが私のマイホームのコーナーに、お便りいただきました。初めて送ってくれたんじゃないかな。ありがとうございます。ヨポポイさん、ありがとう。リコさん、こんにちは。いつもは聞く専ですので、あまりメールはしません。ですが、ラジオ存続の危機、かっこ笑いなので、今後ちょくちょく送ります。ありがとうございます。めっちゃ助かります。ここが私のマイホーム。諫早はリコさんの出身地ですので、もうご存知のところばかりだと思いますが、おすすめの食堂があります。諫早市高木町にあるキッチンとどろきです。ボリューム満点でリーズナブル、その上めちゃくちゃ美味しい。もし初めましてならぜひ行ってみてください、とのことで、ありがとうございます。高木にあるキッチンとどろきさん、うわー、知らない、行ったことなかった。これ URL をね、つけてくださってるんですけど、めちゃくちゃ美味しそうだね。チキン南蛮とか、生姜焼き？定食みたいな感じかな？美味しそう！めちゃくちゃ行ってみたいですね。私、諫早出身だし、全然諫早に住んでるんですけど、あんまり知らないんだよね。ご飯食べ行くとかなっても、いつももう決まったとこになっちゃって、なかなか。で、特に、諫早であんまりいろんなところに実は行ったことがなくて、私がね、ペーパードライバーで、諫早市っていうところは車がないとなかなか移動が難しいので、車でね、いろんなとこに行くっていうのがね、あんまりないんですよ。でも、行くとこってなったらもう結構決まってて、で、結構あとはもう休みの日とかお買い物行こうってなったら長崎行っちゃったりとか、長崎にね、行くことがすごい多いので、こう高木とかね、穴場っていうか、あんまり本当に行ったことないから全然知らなかった。今度行ってみたいと思います。ありがとうございます。逆にみんなからね、長崎とか諫早の美味しいお店とか教えてほしいです。諫早の方とかね、ラジオ聞いてくださってるかわかんないですけど、もし知ってる方、ここ美味しいよとかね、あったらぜひ教えていただきたいですね。ここが私のマイホームまでぜひメールお待ちしてます。よっぽぽいさん、ありがとうございました。それでは曲に行きたいと思います。双子のユッキーさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。しっとり聞いてください。リコで青空。
しい朝隣でまだ眠っていた君、明日も会えるって思う11月15日金曜日、今週末ですね、リコとひろこの時々ルームシェア in ミュージッククロス、ひろこクレメニアさんと一緒に浜クロス前でフリーライブやらせていただきます。19時スタートですので、ぜひ長崎の皆様、お仕事帰り学校帰りにお立ち寄りください。そして、毎月関東で、ワンマンライブやらせていただいております。今月は11月30日の土曜日お昼、ほっと一息ワンマンボリューム5 in 博楽ナップさん。そして12月は12月21日土曜日、渋谷セブンスフロアさんの方で黒沢香菜さんとクリスマスツーマンライブやらせていただきます。
この日は、キーボードのレミさんと、バイオリンのいとしのシェリーさんにサポートに入っていただいて、女子4人でクリスマスライブやらせていただきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして年末ですね、12月28日土曜日、両国サンライズで、四季と盲目さんの企画ライブ三つどもえ出演させていただきます。そして次の日、12月29日日曜日のお昼に、ホット一息ワンマンボリューム6自由が丘ハイフンさんで、こちらのホット一息ワンマンライブで、2024、リコのライブ納めとなりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。今年も残りわずかですが、ライブでお会いできるのを楽しみにしております。それでは以上、ライブインフォメーションでした。このオールライト日本ではあなたからのメールをお待ちしております。10月がねちょっとできませんでしたけども、11月のマンスリーテーマは〇〇の秋2024、読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋などなど、みんなにとっての、今年の秋こんなだったよっていうメールをねお待ちしております。その他各コーナーやリコに対する質問やメッセージなど何でも OK です。メールの宛先はすべて小文字で riko.alright@gmail.com rico.allright@gmail.com まで、コーナー名とラジオネームを忘れずにご記入ください。さらにファンクラブリコの遊び部屋では、オールライト日本真の初回放送オールライト日本ゼロ、そしてラジオ収録後のアフタートークを会員様限定で聞くことができます。リスナーの皆様もぜひリコのファンクラブ会員様ルームメイトの一員になって、リコの活動を一緒に盛り上げてください。はい、ちょっとあのもう喋りたいことが多すぎて、今日は駆け足でなんかずっと早口で喋ってたような気がしたんですけど大丈夫だったかな。はい、まあ、11月のマンスリーテーマね、〇〇の秋ということなんですけども、やっとさ、なんかやっと涼しくなったんかなって思ったら一気に寒くなったって思ったらまた暑くなってません？難しい、ちょっと最近の気候すごい難しい。なんかさ、すごい、あ、なんかすごい寒くなったって思って、あの急いで衣替えしたりとか、あの毛布買ったりとかしたんですけど、なんか昨日ね20度ぐらいありましたよね。今日もそんぐらいあるのかな、なんか全然寒くないけどはい、ちょっと最近ね難しい気候ですね。秋なくなっちゃうのかな、そのうち。やだな、私秋が一番好きなんですけど、なんかこのひんやりしてさ、ちょっと切ないなみたいな、ちょっとスーンってなる、なんかそんな空気を感じながら、大好きな愛子さんをイヤホンで聞きながら帰るっていうのが、あの毎年の楽しみなんだけど、あの私の大好きな愛子さんに一番似合う季節が秋だって私は勝手に思ってるんだけどね。そんな私の秋の楽しみがちょっと今年はちょっとできないね、難しい気候なんですけどもね。はい、あの皆さんの今年の秋の過ごし方、ぜひぜひ、メール送っていただけたらなと思います。はい、それではまた次回のラジオでお会いしましょう。お相手はリコでした。バイバーイ。